皆さん、おはようございます。おはようございます。いや、暑いね。なんだよ、お前それ。え、おい、何、どうしました兄貴？なにこれ。ちょっと、あれ、おかしいな、シャツが違う。みんなも、あんって思ってるよ、いつも見てる方は。忘れました、シャツを。この俺たちの大事な服を忘れたと。で、俺ももう、ふざけんなって怒ろうと思ったら、はい、誕生日だっつって、なんか時期のネックレスプレゼント。クリスさん、肩こりやばいでしょっつって。そう、肩痛いって。誕生日あげるから。そんな怒れねえ。そんなもらったら。ごめんね。タイミングいいね。人柄で弟からの説教を回避した兄貴。そんなついてる兄貴がなんとスロッターの夢を叶えていました。もう大丈夫ですもんね。出てますもんね。はい、大丈夫です。ホットイーターじゃねえや。ワンパンマンで、あの兄貴が、あのコンプリートしました。あの LINE に入ってきまして、俺とりあえず怒りましたよ。こっちで俺がどんだけ世話してんだと。兄弟、ここでやってくれと。引きの蛇口は2位で絞れないのよ。俺も途中からいやいや取っといてくれよと思ったよ。本当に兄貴が自分一人の番組でコンプリートを達成させました。一人の時にコンプリート万枚ずっとやってます。だから蛇口は絞れないの。こっちでは。クリボーは兄貴に1万枚ほど乗り食われているのでおこなのです。今乗ってんじゃないですか。だから、いや、その後もちゃんと連敗してる。3連敗ぐらいしてる、うん、だって先月と今月のサンドイッチ、そのコンプリートでしょ、はい、負けてんだから。コンプリートしてマイナスなんだから。まあ、それでなんとかしたって感じだ。そうしてよ、コンプリートしてよ。いや、これで皆さんだって10万とか負けたらもうどうなるか分かんないですよ。もうビリッビリ破くよ、これ。俺のシャツビリッビリ破くよ、帰り大丈夫、あの着替え持ってきてるから。着替えは忘れなかったけど、シャツは忘れちゃった。なるほど。いや、本当に行きましょう。じゃあ兄貴、じゃあ行きますか。はい、まあ、というわけで今回はいろいろとちょっと流れが変わった回だと思いますので、いつも通りしっかり辰巳出版ダメージ食らわせるように頑張りたいと思います。お願いします。やっぱ一つのことしかできないですよ。だから何かを忘れないようにと思ったらこれ忘れるっていう。なんか語ってるわ、シャツ忘れたやつが。大事な、気に食わなかったんでしょ、俺が選んだこのシャツが。おはようございます。さあ、大取れるか。お、新しい方か。誰も取らない。じゃあもう、あ、ゴッドイーター取ろうかな。あ、じゃあ並ぶ。あ、いいよ、ゴッドイーターと新宝。あ、いいよ、あ、いいじゃない、リベンジしよう。あ、いいよ、新宝ギアのバカ出しも見たいもん。そうでしょ、俺がやってやっから任せろ。俺が見せてやる。なんかゼニバカ感ねえんだよな。何よ。嵐さんってやってるんだよな。今回はゼニバカ感のない兄貴ですが、その分出玉で見せてくれるようなのでご期待ください。じゃあ嵐さん、おいよ、行きますか。おい、行こうぜ兄弟。兄貴じゃねえんだよな、嵐さんなんだよな今日。あ、兄貴って呼んでね。いや、もうしっかり出していただければ。 OK、 任せろ。コンプリートの実力見せてくださいよ。おう、新ホギアもね、なんかあのめちゃくちゃ出てんのはよく見る。兄貴これ詳しいの？ホテイタ。まあ詳しいか詳しくないかで言ったら普通ぐらい。ああ。俺もね、打ててないのよ、取れなくて。ちょうど昨日収録で打たせていただいて、おう、それでそれなりにはなんとなく分かってきたけど。はい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 。あ、暑いかも。ああ、赤元は大丈夫。うん、いや、でも集め、うん、あー、熱い熱い、これ当たるわ。あー、大丈夫、さすがにね、うん、赤文字が2回来ると全長中プラス大丈夫、まあ、大丈夫だと思う。これ外したらもう端ステッカー作ろう。あ、作ろう、これは作ろう。それぐらい自腹で作ってやる。それぐらい大丈夫。嵐さんの顔ど真ん中にして端って書いてある。あー、いいでしょう、うん、こんな顔にしよう。そうしましょう。え、なんだって。
ガッキーと結婚できるかもしれないから頑張ってください。もう志村けんさんじゃん、もう頭違う違う、今あのこうやってイヤホンがさ外れてて聞こえなかったの。これ大丈夫です、はい、333ゲーム、12,000円。いいじゃない、問題悪くない、問題はもうここからですから、ここからまあそれはまあね、これでもさ AT のやっぱ敵のレベルみたいなあるよね、前見たくなんかあるんだけどね、こっちに寄るときとこっちに寄るときあるよね、あるよね。チェリー引いたけどこれって意味あるんだっけ、あるよ、あるあるよね。まあスイカなんですよ、でもヴィーナスやん、ただカステカバトルは行くんで、スイカしちゃもう勝ちです、勝ち。あとはリプレイ、リプレイでバトル行くのが 50%、 勝ちはもう分かんないもんね、出てないもんね、25% とかじゃなかったかな、あそうなの、うん確か、活性がバトル行った時の 25% とか確か、なるほど、ちょっと今見てある、今チェリー引いてるからバトルは行くはず、はい、こっからだからリプレイ引いて 20% を何個重ねれるかみたいなとこあるもんね、ある、まあ、スイカ引いちゃえばいいんだけどね、もしかしたら俺は今のさっきの弱点で勝ちももらってるかもしれないから、ね、そういうことだね、あーこれは、あーでもガードした、あーガードした、ワンチャン、あ勝った、おい一戦目ね結構勝ちやすいってなんか知らんけど、はいはいはい、はい、だからここだよ、そうです、ここです、オーバーキルはしてないから、うん、ここで振り分け勝っちまえば、あとリープレイ引いたらペンティが出てくる可能性あるからね、あれ可能性なんだ、可能性、何パーとかは出てないんだ、うん出てない、あの2分1でしょ、2分1俺あれ外して、今日は俺っていうナビがいる、ここでそう、もうここで内部的にはフラグ中性受けてるから中段に止まるんだよね、止まる、まあただ背景青だと大体あの、ね、まあ水口かな、一式かな、はいはい、みたいな、まあ、いやまあいいですよ、あリプレイだ、50は取ったら250、嬉しい、まあ、俺はコンプリートしたことないけど、するならまあやっぱアレスさんの横でしたいなと思ってるから、俺だってそうだよ、俺は俺は2回目は君の横でって決めてるから俺はね兄弟全部含みのある発言するじゃないか、実質心の声がダダ漏れでぐさぐさ刺さっております。俺すぐバッチに今言ったもん、あった瞬間バッチ、あれあのさんコンプリートさんぞってバッチェアラシさんコンプリートしたい、マジでどこで一人の信頼また一人の時いやいやだから引きの蛇口絞れんだった俺だってやんねえから一人の時はよところで引きの蛇口って何でしょうか、ちょっと何言ってるかわからないのでクリボーの2戦目、あ、いや、熱い一戦目ここだったから、おお、いいね、うん、テスカトニッパー、これはチェリースイカなんで全然いいキャラの部類ですわ、この弱薬をもらえるともうなんとかなるんじゃねえかっていう気はするよね、リプレイなんて見たことはない、一応引いとく、レア引いちゃえ、レア引いちゃえ、あれ引いたんじゃない、特化しません、特化引いたんじゃない、あ、引いてない、見てない、いや普通に当たった、じゃあ俺もちょっと、いやそこで見たいよ俺、いい刺激必殺の出た絶唱だよ、出たいやもう青な時点でないっすよ、俺そこで絶唱引いた人はやっぱ金だったから、そうだね、うん、まあまあまあ最初はこんなもんで、いやいいですよ、勘弁しといてやりますわ、これあと地下ってたまにここ光るんで、ああそうこれめっちゃいいよね、観音ゲージランプ、あリプレイ引いたよかった、ああナイス、これでクリア確定なんで素晴らしい、はい、
まあでも順調だね。まあまあ負けないことが大事だからね。耐えてるうちにどっかで来るから、爆食いが、爆食いきますんで。ああいい、ストックあると嬉しいけどな。これでもね熱いっすよ、うん、やっぱ強調ここで引いたらもう俺ここでチェリーがあの変換がね。なるほど。で結合ストックがどこに行く。ああチャンス目か。まあ、うん、いいっすわ。スイカが良かったんだよな。おお、リーチ目引いた。4000分の1なんですよこれ。え、待っていたのはこの瞬間。誰が送るの、リーチ目。マジ、あ、じゃあギアブチャンスになるんだ。ごめん、あれもうあの前作とごっちゃになっちゃった。コンプリートを達成したワンパンマンも含め、兄貴は次々と信頼を実践しているのでたまに混乱してしまうのです。ストックはもらえてない。あ、まあ、もちろんそうだ、ストックがあるのか。あ、なるほど、ストック付きのギア V はいいね。めちゃめちゃ嬉しいね。誰でもらったの。響き。ああ、まあいい。ナイス、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 マジでナイス。いや、いいじゃないですか。20か、20か。まあでも全然でかいよ。うい、500いてりゃいいんでしょ。500いてりゃ大丈夫。まあまあまあ、いい、全然いい。取るわ。いやもうあれしてよ、その4人なんだっけ、エクストラ、エクストラ、エクストラまだやったことないんで。俺もない。ポジパで事故んのは俺噂に聞くと翼らしい。翼らしいね、うん、いけ。あ、ここがね、そこの 50% ちょっと辛いよな。辛い。よし、ナイス、ナイス。追い込まれんだな。カラー、ナビ出ろ。最速で最短にまっすぐに一直線でバトル。頼む。ダメ、ダバっちゃった。なくはないから。なくはない、ない、ないね。いやでも2回50、まあ 50% なのか分からんけど、まあ、あれがね、そう取れないともうきつい。そう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 。でもまあよかったね、響ちゃん頑張ってくれたから。ナイスリプレイ。チェリー引くか。変換があるからね。あ、でもバトル行ったのありがたい。まあゲーム数がやっぱ止まるのがこう大事なんで。そうだね、うん、その間にどっかでチェリー引こうよっていう。チェリー来たね、カリギラ。お、リプレー。ナイス、ナイス、ナイス。多分負けたと思うんだよな、さすがに俺。いやでも引きたかったけどな、カリギラは。一応ね、はい、この後ヒンキー例えば覚醒とか行くじゃん、はい、覚醒中のチェリーでも俺ね昇格したことあったような気がするからね、特性生きると思うんだよね。だからここでチェリー引いても強いはず。お、いいよ。お、聞いてる、聞いてる。はいはい。まあまあ。ああ、まあまあまあ、でかいでかいでかい。で1000枚たどり着けば、まあ、無名みたいな、無名回想のような、そう、激鱗ハンニバルですから。これでも意味あるもんね、このスイカだもんね。あるよ。あ、ただチェリーなんだ。チェリーだ。まあでも 25% で当たる。天才、天才。でもチェリーなんだよ。チェリーなんだ。あ、そうだ、チェリーだ。いやでも、いや 25% 2回受けたらもうそんな 50% だよ、我々の世界では。いや弱い、弱い、弱いね。あ、アルファ、ごめん、ダメだ。いや、マジでふざけんなよ、なんでこのキャラなんだよ、敵。悔しいね。終わっちゃいました。レーク、レーク、レーク。あ、あら、あっぱい。
スター画面出ましたね。悪くないね。悪くない。もうステファン逆でいいんだ。からはで、ここの時に十字キーの上押すか下押すかで、多分下1回しか見れないんだよ。なんで？あのテーブル出すか、ホイツも出せるの、ここで。何を選ぶの？まあ一応テーブル見とく。もう一個なんだ、設定した。あのボイス。ただ詳細が確か分かってないはずだから。そうだ。ああ、で、カメラ。この後声聞けないっぽいんだよ。うん。どっちかしかできない。おお、耐えてる。ああ。やばい。で、あ、凍った。いや、まあ、まあ、まあ、今度もこうなりますよ。終わるときはあっさり。そうなんだよね。500枚だからまあトントンってぐらいにはなったんで、オーケーオーケー、一旦やり直し、よし、ナイス。いやマジで助かるわ、やっとくぜ。くっ変えた、帰ってきた、帰ってきたよみんな。歌のその演歌的なやつは北島ファミリーは通用しなかったということで、これがカタルシスでいくみたいな、ね、男のあ合わせ技ですわ、兄弟よ。1ゲーム早かった、脱力はするのかな。もう、まあ、ベルぐらいは取れんだよ。混ぜるな危険か、混ぜるな危険、危険かもな。あ、確かにこの AT は駆け抜けてしまうも、すぐにギアフラグで AT 当選。そろそろ出玉を跳ねさせたいところ。 OK だ、ここはちょっと尊敬する、そうです、はるばる行徳で絶勝。いいね、北島だ、ほら北島だ、やっぱり北島なんだよ、やっぱりそういうことなんだよ。やっぱね、めちゃめちゃ風吹いてますけど、やっぱね、日本はサブちゃんなんだ、そういうことですよ。絶勝はなるほどな、いや惜しいな。でも青でチェリーはあるんだね、ありますね。100ゲーム惜しかったね。まあいや、でもすごい OK だ、やっぱだから歌だ、あれだ、選ぶ曲が大事なんだ、セットリストが大事、うん、だから今サブちゃんと今初めて、いやもうもちろん俺たちのやっぱ日本人のね、いや日本男児の魂だから、魂の一打で3桁上乗せをつかみ取った兄貴、コンプリートのきっかけとなるか。ちょっと、あ、お、月村君超高額、これ引くしかないでしょ。もうリプレイ、リプレイでいいよ、リプレイで。何パーぐらいの出てない、あ、出てないかな、でも結構当たるよ。リプレイ、あ、これは行ったでしょ。あ、チャンス目を引いた、おお、それさすがに、いや、もともとリプレイで煽ってる最中だったんですよね。これはもう防衛戦か、俺も選別で失敗してるのかなんか悲しくて、こっちの方がむずいんですよ。ああ、分かる、相当むずいですこれ。あ、リプレイだけど、リプレイ何パーだ、 16 パーだ、うん、確か16パー、リプレイはそんなもん、ダメでした。ああ、 V だ、 V、 608ゲーム、ただ21000円、全然いける。これチェリー、あ、こいつは、そっか、2回、そうだよね、あらさんかわされるね、
あーよかった、オーケー、復活だ、よかったっす。オーバーキルはない、ギリギリ勝ってた、3回で早くいて、よかったよかった。やべ、ハンニバル来た、ハンニバルか、チャンスも欲しいね。何も引けない、あ、バーストいった、おお、バーストコーター、何したらいいの、コーターは、リプレイかな、リプレイ引きゃいいの、そう、むずいって兄貴、あっ、お、初めて見た俺、色付きの、確かにソーマ、こう設定したジャックとかそっち系、ソーマはそうじゃね、強かったよね、結構そこそこ、こう設定した強ですよ、強だ、あ、じゃあ全然いいね、打てるな、まあでも AT 中だよね、やってることだから、そうだね、おっ、そうそう、あ、三ゲームあった。来たー、初めて。アクセスチャンス降格。20もらったよ。これなんだっけ？これあのカットインが出るやつ。ギアブイチャンスの取得するやつ。初めて行った。3… あ、俺一回やったわ。通常だと 2% しかないのよ。で、降格だと 32% ぐらいあるの、確かに。だから降格で引いたの。何回ぐらいいけるこれ？いや、俺も初めてやるからちょっと。俺でも数個やったな、確か、な、複数個チャンスだよ、だよね、でしかも今一応青いも来てんだよな、何揃いみたいなやつ、あの3度目を提出した、はい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 、狙い玉へみたいなやつ、これでも今やってんだよね、これ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 、あ、しかも赤だから多分大丈夫でしょう。でこれでここで、まあ、ベル引きたい、ベル引きたいのよ、チャンス役だったら、そうだ、これだ、そうそう、ギアフラグの選手、ギアフラグ引けよ、何がベルだよ、ギアフラグだろ、俺が引くのはギアフラグ、シコシコしてたじゃん、もう最後、いや、シコシコな方でもいいよ、もうもはや、でも、ナビ出てないんだよな、ね、多分ダメだと思う、なんでか俺分かるよ、なんでだってサブちゃんじゃなかった、でもね、あー、あったあったあった、サブちゃんな、そんなに持ち歌がないんだ。ホールで北島三郎の歌が聞こえたら兄貴がいる合図です。うんだー、チャンス、あー、くそ、ほんとかいな、おら、あ、まつりだ、まつりだ、まつりだ、絶唱まつり、あ、いいっすね、いや、まつりだよ、あ、やった、いやいや、でも全然全然いいっす、つらい、とてもつらい、頑張れ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 、私服私服の兄貴頑張れちょっとずれてる気もするけどな、ちょっと一回普通にやってみるか、よし、何がアラシスですか、アラシスいらん、アラシスはいらんのです、まあゼロ式やってたっけ今
響ちゃんか。必ず響ちゃんの配列なんだよな、これ。オーバーキル、なんかちょうだい。しかし、V ストックは獲得したものの、今回のギア V チャンスもしょぼのせで終了。アクシズチャンスでのギア V チャンス獲得は順調だったものの、肝心のギア V チャンス中が下手すぎて兄貴がっかり。140じゃ少ないんだよね。少ないね。結構すぐなくなるもんね、これ。本当に。いやー、これね、ヨガヨだったらもっと持ってたんだよ。そうだよ、うん。きっかけをつかめそうでつかめず、もやもやな展開。とりあえず兄貴はコンプリートで全ての運を使い果たしたっぽいです。よし、天国。130ゲーム。いや、この台でも相馬の画面出てるから俺悪くねえと思うな。いけるよこの台。いけるいける。兆候もなんかいっぱい入ってたし。666だろ。6だ、666 並びで6です。マジ思い込み、思い込み実践、思い込み実践。2人とも良かったね、6にたどり着けて。いや、めちゃめちゃ、いや、ラッキーラッキーラッキー、スーパーラッキー。隣の人も4000倍ぐらいですよ。いや、まんま意味が分からない、サクヤ。やべえ、兄貴、俺1戦目なのよ。頑張ってシェリー引かしてよ。よかった、1戦目は勝たせてもらえた。よかった、それは勝たせてよと思ってた。手強いの。俺かわいそう。いいのかそれで。かわいそう。かわいそうとかダメだよ。受け入れたらかわいそうな人間になっちゃうんだ。次回のゼニバカは、何の見せ場もなかったクリボーが一転、引きが噛み合い、ようやくまともな展開に。そして一人でコンプリートを達成して何人かの親しい友人を不快にさせた兄貴が後半ついに大爆発。コンプリートして単独コンプリートの食材を測ります。お楽しみに。